続いてレオノラ・フェントン。レオノラ・フェントン。レオノラ・フェントン。私探してくる。ではジュディ・アボット。ジュディ・アボット、そこで何をしとるか。あのちょっと急用を思い出しまして。あんたと授業中だぞ。なんたることだ。レオノラ、レオノラ、レオノラ。大丈夫でしょうか。どんな具合でしょうか。今先生が診察中です。入室は禁止ですよ。レオノラ頑張って。ジュディ、レオノラが倒れたんですって。それでどうなの。わからない。わからないって。私のせいだわ。私が朗読会のことをフェントンさんに言わなければ。あなたのせいじゃないわよ。フェントンさんだって来るって電話してきたじゃない。だってしっかりなさい。あなたが泣いたってどうにもならないでしょ。あのレオノラはどうなんです。まだ熱が。とにかく熱を下げないと。
まさかレオノラ、嘘、そんなこと。でも胸の病気で1年間も入院してたのよ。嫌よそんな。もうどこ行くのジュディ。もう一度フェントさんに電話してくる。私も行く。嫌よ、一人にしないで。何よ、もう閉まってるの。スローンさん、ジュディです。開けてください。もう眠っちゃったのかしら。スローンさん、開けてください。もういくら年寄りは夜が早いって言ったって。誰が年寄りなんですか。スローンさん、よかった。どこへ行ってらしたんですか。食事ですよ。電話をしたいんです、お願いします。電話、不謹慎な。寮の電話は公衆電話ではありません。ボーイフレンドになら手紙を。そんなんじゃないんです、レオノラが大変なんです。レオノラ・フェントンがどうしたんです。早く死にそうなんです、フェントンさんに連絡を。死にそう、なぜそれを早く言わないんですか。もう、もしもし、フィラデルフィアのフェントン造船所を。もしもし、電話がつながらない。つながらないってどういうことですか。どうして、どうしてよ。貸して。もしもし、つながらないってなぜなの。話し中なの。急いでるのよ。原因は調査中です。まあ、どうしたらいいの。それ、そうだわ、メモが必要でしょ。電話はどう。電話がダメなら、そうよ、こっちから探しに行くのよ。行くって、でもフィラデルフィアよ、汽車の時間だって。汽車の時間、ちょっと待ってなさい。車で行きましょう。フィラデルフィアまで車で。そんなお金あるの。いや、任しといて。ジュリア、じゃあ私学生課に行ってフェントンさんの住所を調べてくる。ジュディ、レオノラの様子を。ええ。もしもし、ジュリア・ペンデルトンよ。すぐ車両課に回して。いいから、お父様には後で話します。友達の命がかかっているのよ。レオノラ、死なないで。で全部出払ってるっていうの。じゃあどうすればいいの。私もう一度電話してくる。そうだわ、お兄様に電話してみる。あ、待って、私も。少し静かにしなさい、ここは病院ですよ。すみません。レオノラは危険な状態は去りました。でも早く手術を受けないとね。手術、手術ですって。レオノラの病気は治ってはいないのよ。手術することになってましたが、精密検査を受けるために病院を移る間だけどうしてもキャンパスに戻りたいと言ったらしくて。それで手術をすれば治るんですか。しないよりは確率が高いでしょうね。そんな。静かに、面会は少しの間だけですよ。はい。パパ、パパ、パパ。レオノラ、私よ、ジュディよ。パパ、来るわね。私、もうダメ、ダメ。レオノラ、そんなこと言わないで。来てくれたのね。
峠は越したって言ってたけど、どうなの？フェントンさんのところには学生課の方から電報を打ってもらいました。だから心配しないで、みんな食事まだでしょ。食堂に掛け合って用意させてありますよ。今夜は私がついてるから寮に戻って。お食事は？レオノラ、レオノラ、なんて無茶なことを。今まで何をしてたんですか？どうして来てくださらなかったんですか？レオノラがどんなに楽しみにしてたか、あなたにはお分かりにならないんですか？いや、それが。また仕事ですか？レオノラと仕事とどっちが大事なんです？いや、それは。ジュディ、レオノラ。パパを責めないで。いけないのは私なの。ごめんなさい、パパ。どうして？レオノラ、すまなかった。仕事でどうしても。いいのよ、気にしないで。こんな私がいけないんだから。なんてことを言うんだ、レオノラ。私はな。いいの、迷惑ばかり。私はパパを苦しめてばかりだわ。手術は受けない。レオノラ、なんてことを。もういや、私さえいなければいいのよ。パパの重荷にはなりたくない。レオノラ、手術なんか受けないわ。もういい、もういいのよ。レオノラ、なぜそんなに私を苦しめるんだ。できるだけのことはしてるじゃないか。他に何が。だからもういいって言ってるじゃない。しかし。何もいらない、ほっといて。私なんかママみたいに死んだ方がいいのよ。なんてことを。フェントンさん、もう嫌よ。何もかも嫌、ほっといて。造船所で事故があった。そうよ、造船所の方が大切なのよ。ママの時だってどうせ事故だったんでしょ、レオノラ。もう心配なんかかけないわ。安心してお仕事なさるといいわ、レオノラ。レオノラ、もっと甘えなさい、レオノラ。言いたいことをはっきり言うといいわ。
さあ続けて、寂しいってはっきり言ったらどうなの。言える相手がいるんですもの。寂しいって甘えられる親がいるんですもの。心配してくれる親がいるだけでいいじゃない。ひねくれるのもいい加減にしてよ。ごめんなさい、大きな声出して。だってだってだってパパパパレオノラ、レオノラ先生、レオノラしっかりして。早く、レオノラが苦しんでるんです。早く何とかしてください。レオノラしっかりするんだ。二人とも外へ。いや、そばにいて。パパパパ行かないで。レオノラ、パパごめんなさい。パパごめんなさい。レオノラ、私が悪かったんだ。もう寂しい思いはさせないよ。ありがとう。ではお大事に。ありがとうございました。ここで読むんですか。読みたまえ。見て、深い霧の海に響き渡る孤独な優しさ。広い海原で迷う小舟に道を教え、導く呼び声。あなたの声が聞こえる。何も見えなくても、そこにあなたがいることがわかる。たとえ姿が見えなくても、そこにある優しさがわかる。たとえ手探りでも、私は迷わない。逆まく波も、深くあてもない霧の海原も、恐れず立ち向かっていける。勇気と愛にあふれた孤独な叫び声。無敵、私は迷わずに行ける。鳴り響け、どんな時も。たとえ明かりが見えずとも、その声が聞こえる限り私は決して迷わない。レオノラ、ありがとう。パパ、足長おじさま、レオノラが元気に退院しました。でもそのままフロリダの病院に行きます。彼女は手術を受ける決心をしたのです。ジュディ、いろいろありがとう。私なんか何にも。ジュディ、私病気が治ったらもっと勉強して作家になるわ。なれるわ、レオノラなら。あなたこそ、ジュディ、頑張って。私負けないわよ。わかったわ。何か書けたらきっと送るから、また批評してね。批判じゃなくてね。さあ、レオノラ、そろそろ時間だ。ジュディ、皆さん、本当にありがとう。頑張ってください。ああ。じゃあ、ジュディ。
しまいましたが、私にいろんなものを残していきました。理解し合う本当の優しさは思いやりだということ。どうだわジュディ、あなたの詩は。私の？そうよ、すっかり忘れてたわ。ねえ見せてよ。ダメ、うまく描けなかったんだもん。いいから見せて。レオノラのとどっちが素敵か見たいんだから。お部屋にあるわね、行きましょう。あ、サリー、ダメだってば。追伸、私の詩はレオノラが全て語り尽くしてしまったのでここには書きません。いずれ素晴らしい作品を書こうと思っています。ジュディ・アボット。クリスマスをマクブライド家で過ごさないかってお誘いがあったの。私はもちろん、ジュリアは大喜び。ところがジュリアのご両親が許さないっておっしゃって。次回、それぞれのクリスマス、お楽しみに。